新しい荷物が届きました。早速開封していきます。バッジとしてカードですね。はい、最近入りのフィールドタイプのやつですね。アグロスティックフロント、レッジド、それから COC、 そして、ウォーゾーン、MDC、RKL、 バッドブレイン、ステッカー、レッジド、アーバンウェイスト、それから RK ですね、バタリアン・オブ・セインズ、クルード SS、アンタイセクト、ノージア、モブ47、DOA、ラーム、レル、こちらもレル、インディエス、ロスクルードス、ロスクルードス、これもロスクルードス。バッジ、パッチ、ステッカーの類はストックもたくさんあります。アンタイサイメックス、アグノスティックフロント、まあ、飛ばしていきますね。結構いろいろありますね。オフィシャルブート混ざってますね。この辺りはブートですね。これもブートです。このチェーンオブソレンスはオフィシャルですね。このゴリラビスケツもオフィシャルです。ジャッジオフィシャルですね。このノーフォアアンサー、オフィシャルです。ストレートアンサー、当然オフィシャルです。サイドバイサイドのオフィシャルですね。で、このセブンセカンド、これもオフィシャルです。このウォーゾーン、このバーバルアビュース、この上は、オフィシャルです。ユースオブトゥデイ、左の方はブートですけど、右のやつはオフィシャルですね。これもオフィシャルです。ステッカーまだまだあります。このビヨンドオフィシャルですね。このチェインオブストレングスもオフィシャルです。このチェインオブストレングスのパッチもオフィシャルです。でゴリラビスケットオフィシャルですね。このパッチもオフィシャルです。これですね。ゴリラビスケッツステッカーオフィシャル。このインサイドアウトのパッチオフィシャルです。このインディゲストの左の方のやつ、これ意外とオフィシャルです。さっきから、取り上げてるこの、ブートですね。このブート実はインディゲスティのやつが作ってるブートなんで、オフィシャルです。で、ジャッジ、クラックダウン。このクラックダウンオフィシャルです。これは珍しいんじゃないでしょうか。ロスクルードス、ネガティブアプローチ、プロジェクト X。このサイドバイサイドのパッチオフィシャルですね。この
このウォーゾーンのステッカーオフィシャルです。郵送物デーのパッチ、オフィシャルです。はい、パッチも各種そぎ揃えていますね。結構珍しいデザインが多いんじゃないかと思います。有名なバンドはね、珍しいデザインで、でマイナーなバンドもしっかり取り揃えてますね。このリベレーションのバッジ、これはオフィシャルです。はい、レコードいきます。ネガティブゲイン、それからギズムですね。ギズムステッカーついてます。ニュージャージーの、プロトグラインドコア、スピードコア、サイナミッド、バタリアンオブセインツ、SL ドックス、これはスペインのコンピレーションですね。ウィルフルネグレクト、ブルータルオブセンティ、オランダだったかなの、スケートロックですね。これは廃盤限定入荷です。デッドストックですね。ディスアーモトータル、はい、ベルギーのスケートロック、X クラス、イタリアのハードコア、ネロールガズム、クロマグスのファーストデモですね。引き続き LP です。インフェルノのデモ、これインフェルノで一番いい音源だと思います。エグゼキューショナー、プロトクロスオーバーといいますかね、メタリックな、初期のハードコアですね。でアゲインスト、スーサイダルファミリーの D ビートですね。これはもうすで、に廃盤だと思われます。でこれも廃盤の、限定入荷ですね。マイクロエッジ、ミクロエッジ、カナダのストレートエッジバンドですね。ニセスニョッタと読むんですかね。北欧の方のハードコアです。ちょっと、どういう流れで死んでたか記憶にないです。コンデムトゥーレスの、再発になりました。はい、これは、研修版ですね。コンデムトゥーレスの、はい、確かドイツだったかな。プロトグラインド的なスピードコアですね。トータルモッシュプロジェクト、名前からしていいですね。で新譜は仕入れないうちの、お店ですけど、例外的に推してるのが、ハーレ・フラナガンさんの、ソロおよびクロマグスですね。はい、ですね。はい、以上です。続いて CD と、DVD、あと7インチですね。ウルトラバイオレンス、ニューヨークハードコアの編集版。最近もう見かけなくなった、おそらく廃盤でしょう、マスアピールの編集版 CD ですね。これはね、意外とリラプスから出ています。リラプスでハードコアって、このマスアピールとギズモぐらいじゃないですかね。PTL クラブの編集版。ボーミとニュークリア、また南米のハードコアだったと思います。でストレートエッジの、ドキュメンタリー映画、でサークルジャークスのドキュメンタリー映画、でこの間ハードコアヤワで、紹介したニューヨークハードコアの、ドキュメンタリー映画、ポーランドのモスクワデモですかね、これで、ファイナルウォーニングって、80年代の方の、ファイナルウォーニングですね。ただこのバンドもちょっと D ビートっぽいニュアンスがあります。アプセットノイズ、ナープドプロスロスト、ニューヨークハードコア、シアテラのメンバーがいた、ファットヘッドサバービア、メジャーコンフリクト、これは元はアーバンウエストですね。アーバンウエストよりもうちょっと、オイとかハードコアパンクよりの音楽性です。でアップセットノイズ、アップサイド、ロックジョー、ティーンエイジデプレッション、ブラッディメス&ヘイト、これは、ジージアリンがプロデュースした、チンカススピードコアですね。でオランダのアムステルダ、
ウルトラバイオレント UK ハードコアパンクの、名盤中の名盤ですね。でクリップルドユース、これ最近セカンドプレス出ましたけど確かファーストプレスだと思います。もちろん再発版のファーストプレスですね。でこちらが廃盤限定入荷、インファンツオブシン、チンカスナードコアですね。